魔物か。助かりました。あなたはもしかして族長に雇われた傭兵さんで？ああそうだ。ところであんたがナセフだな。そうですが、どうして私の名前を？あんたの相棒に頼まれたんだ。あまりに帰りが遅いから探すのを手伝ってくれとな。カタブが？そういうことでしたか。要の手入れに夢中で魔物に気づかず、危ないところをありがとうございました。そいつを手入れしていたんだな。ええ、この中にクリスタルを仕込んで幻影を作り続けているのです。幻影にほころびが生じればミシディアを外界から隠せません。要の手入れは里にとって大切な仕事なんです。そうか、あんたの仕事の大切さは分かった。だが自分の命も同じように大切にしないとな。面目ありません。普段はカタブと一緒なのでこんなことはないのですが、外からお客人が来たと知って急いで手分けをしたのです。けどまさかこんな形でご迷惑をおかけしてしまうとは。おお、無事に見つかったんだな。魔物に襲われていたがどうにかな。そいつは良かった。だがまだ魔物がうろついているかもしれん。俺
俺が里まで送っていこう。傭兵さん、後で片部のところに来てもらえますか。改めて二人でお礼をさせていただきますので。ああ、わかった。無事で何よりだったぜ。ごめんな、心配かけて。おお、傭兵さんが戻ったぞ。ナセフから全部聞いたよ。相棒を助けてくれてありがとうな。本当に助かりました。ああ、無事で何よりだ。しかしミラージュの要の見回りというのはなかなか骨の折れる仕事のようだな。ええ、どの要も決してクリスタルを絶やせないですし、今日のように魔物に襲われることだってあります。もしミラージュで自分の身を隠すことができたら、一人で見回るのも簡単なんでしょうけどね。おいおい、あれは人にかける魔法じゃないだろう。そんな危ないことをして石化が始まりでもしたら大事だぞ。石化、もしかしてお前たちもベアラーなのか。ああ、あの要から複雑なミラージュを操るにはベアラーの生まれ持った才が必要だからな。名誉な仕事だ。そうか、ベアラーの力を誇りを持って使っているんだな。ええ、外ではベアラーは奴隷同然だと聞きますが、ここではそんなことはありません。私たち水の民はそれぞれが得意なことで協力し合っている。その生き方が当たり前なんです。なるほどな。とにかく相棒を見つけてくれて感謝するよ。本当にありがとうな、傭兵さん。なる人でしょ。どうしてそう思うんだ。匂いでわかるんだ。ほら、チョコボってさ、独特の匂いがするじゃない。お兄さんからはすっごくいい匂いがするんだ。疲れたチョコボのじっとりした嫌な感じの匂いじゃなくってさ、いい餌を食べて身だしなみも整えてもらって、その子が大切にされてるってことがよくわかるよ。アンブロシアの匂いだけでそんなことまで。へえ、アンブロシアちゃんって言うんだ。お兄さん、その子のこともっと教えてよ。ああ、いいとも。背は高く、羽は頭から尾の先まで真っ白で。白チョコボなの？私見たこともないよ。ああ、かなり珍しいみたいだな。会いたい、アンブロシアちゃんに会いたい。ねえお兄さん、ここに連れてきてちょうだいよ。それは構わないが、ここに連れてくるにはあいつを乗せる船がいるな。大丈夫、船のことなら安心して。私の父さんが船頭をやってるから。ちょうど外に買い出しに行くみたいだし、
頼めばきっとアンブロシアちゃんを運んでくれるよ。確かにアンブロシアがいればミシディアでの移動も楽になるな。よし、わかった。君の父さんに相談してみよう。父さんなら橋を渡った先の納屋のあたりにいるからね。マンダの頼みって言えば話を聞いてくれると思う。そろそろいつもの川に行くか。おや、族長の客人が何の用だ。ああ、ちょっと船のことで相談があるんだが、あんたがマンダの父親か。そうだよ。なんだ、娘が厄介事でも頼んできたかい。俺のチョコボが見たいから連れてきてくれとせがまれたよ。あんたに頼めば船で運んでくれるはずだと言っていたが。やれやれ、あいつのチョコボ好きにも困ったもんだ。そんなわがままほっといていいぞ。いや、俺としても自分のチョコボがいると助かるんだ。外へ買い出しに行くと聞いたが、一緒に運んでもらえないか。うん、そういうことなら構わんよ。あんたら客人には助力を惜しまないよう言われてるしな。ただ船に乗せるとなったらあれがいるな。チョコボの気を落ち着かせるミメットの野菜だ。海の上で暴れられたら困るからな。それを持ってきてほしい。なるほど。それはどこで手に入るんだ。すまんな、そこまでは知らないんだ。チョコボに詳しい商人でもいたらわかると思うんだが。それならマーサの宿にアンブロシアのバグを用立ててくれた商人がいたな。彼に聞いてみるとするか。守備よく手に入れたらノースリーチ近くの海岸まで来てくれ。他の荷物と一緒にチョコボを運んでやるからよ。ようやく宿に空きができたぞ。まずはマーサと話してみろ。おや、あんたはあの時のロザリアの心は元気にしてるかい。ああ、おかげさまでな。そいつはよかった。やっぱりチョコボはご主人様と一緒が一番だ。それで今日はどういった用向きだい。わけあってミメットの野菜を探している。チョコボに詳しいあんたならどこで手に入るか知っていると思ってな。おお、知ってるも何も。在庫を抱えすぎて頭を悩ませていたところだ。なんだって。よかったら一つ持っていきなって。人が食うには向かねえし、ほっとくとすぐ腐っちまう。本当なら他の町に売りに行きたいが、これまた匂いが強くてな。欲かいて運んだら野生のチョコボに取り囲まれちまうや。悪いな、助かるよ。いいってことよ。ロザリアの心の様子も聞けて嬉しかったからな。ほら、こいつだ。こんな時勢だが、あんたたちも達者でな。ああ、ありがたく使わせてもらおう。よし、
ノースリーチ近くの海岸に向かうか。いらっしゃい。安くしとくよ。またあの魔物が出た時に備えて。おお、来たか。おお、そいつがあんたの。なんとも立派な白チョコボだな。ミメットの野菜も手に入れた。これで船渡しを頼めるな。よしよし、これならどんなチョコボも落ち着くよ。こいつを食わせたら出発しよう。アンブロシア、これからしばらく船旅だ。しっかり食べて気を落ち着けてくれ。